を図っています。被災調査を行う際は複数名で行動を取ることになっています。状況を確認しています。県所属の漁船乗員に対する洋上救難を数多く実施しており、目線の船には潮の岬の遥か南の洋上が発生した。数名いるようです。
様、今度は海側をご覧東日本大震災において青森県の八戸港から福島県の女川港にかけておよそ2300の障害物が確認されました。その多くは自動車や人力船などでした。また災害が発生した場合、港湾業務船や水中障害物探査などの港湾施設の調査以外に大気への緊急支援物資の完全輸送も行います。平成30年7月豪雨の際には、同じく近畿地方整備局所属の港湾業務艇島波とともに広島県内各地へ飲料水や生活必需品など支援物資の環境輸送を行っています。